続いては宮武ショームズが行くのコーナーです。はい、視聴者からいただいた疑問や街で見つけた謎を宮武アナウンサーが調査し解き明かそうという企画。これまでは、ね、一応解けてきたですよね、謎がね。そうですね、解けましたよね。はい、2回はね。で、今回はまるで UFO という驚きの写真が視聴者から届いたそうで、しかも娘さんとお父さんの2枚届いたそうです。ご家族でお二人から送っていただいたんですね。はい、どんな写真なんでしょうか。果たして UFO なんでしょうか。ご覧ください、どうぞ。7月のある日、歴史を揺るがしかねない写真が我々の元に届いた。何が大変なの？え？え？何？何？見てください。何これ？一昨日雨上がりに犬を連れて国分寺に行きました。五重塔をバックに何枚か写真を撮ったんですが、そのうちの1枚に不思議な物体が。それがこちら。左上に注目いただきたい。アップにすると謎の浮遊物が。これは麦わら帽子だと思うね、これ。さらに、一昨年父親が同じく国分寺で撮った写真にも UFO らしきものが写っていたので、そうじゃない、何かあるでしょうか。いや、あなたたち家族だけやろ、そりゃ。あ、これはUFO に見える。お父さんの写真がこちら。何やら銀色の物体が空に。金属のような質感もあり、未確認飛行物体 UFO のようにも見える。これじゃ分からんやろ。これは一体何なのか確かめるべく撮影現場へ。総社市の備中国分寺、五重塔が望める場所だ。飛んでたってことなんだよね、明らかにこの人やな。ナナさん、あ、やっぱり分かりやすい。写真の投稿者ナナさんに来ていただいた。撮ってた時には気づかなくて、はい、家に帰って見ていたら、はあ、その連続で撮った写真の中の1枚にだけ写ってたんです。不思議やな、なんで1枚だけなん。実際に撮影した場所へ。この辺りですね。しばらく眺めてみるが異変はない。そこで宮武、こんな提案を。一つ検証してみていいですか。これを持ってね、行くんで、はい、僕があの投げたタイミングで撮影してもらっていいですか。わかりました。この写真がどうしても帽子に見えると主張する宮武。実際に放り投げて写真を撮り見比べようというわけだ。ここまで撮れればあの実験についてもね。私は意味ないんじゃないかなって。あんな走ってんだよね。あそこまで走るんだよね。もうちょい右。 OK ですか。もうちょい右。結構指定してる。もうちょっと右。聞こえた。3ここ。1 1 お、全然高さは出てないですね。ここがここなのでちっちゃいし。そうです。宮武さん、低すぎ。その3倍ぐらいの高さ。あまりにも遠かったので近くで撮り直すことに。ここ走りゾンビ。やばい、帽子が水がない。宮武、なんと帽子を速攻に落とし泥だらけにしていた。とりあえずそのまま再調整。すると、高さいいぐらいに飛びました。さっきよりは近い写真になったが、やはり無理がありそうだ。でも写ってるな、これ僕が。そうですね、多分こんなこと帽子持っている人しないと思うわ、こうなるから。ということで、そもそもここで帽子を投げる人はいないという検証結果に。となると、何だと思います、奈々さんは。ドローンとかヘリコプターとか。試しにドローンを飛ばして写真を撮ってみた。こちらも見た目は全く違う。形が違う。さらに、ここでいると分かることがあります。それは鳥がよく来ます。鳥が。
鳥が写り込んだ可能性も浮上。きっとこの辺りじゃないかなと思うんですけど。この後お父さんが撮影した現場も訪れたが、何もわからないまま一旦 RSK に戻り聞き込みをすることに。今時金曜メンバーの3人を発見。いやー、生放送の現場って真剣勝負なんですね、やっぱりね。いやいやいや、とにかく写真を見てもらう。え、何これ。来た、来ましたね。せーの、 UFO みんなですよね。UFO、 UFO 間違いない。めんどくさいんじゃない。絶対そうや、もう UFO や、完全に。わかりました。正解はせーの、 UFO。 アメリカとかの写真も見たけど、今まで。それより UFO アメリカに勝っちゃった。こちらは高畑報道部長。なんかこれだけ見ると、あの水中にいるアメーバみたいな感じね。ああ、そう、ね、でもアメーバは空にもね。そうだよね。じゃあ違うか。なんだろう。ちょっと、ショームズに聞いてみたら。いや、ここにいるんですよ。まるで UFO？ 謎の物体を大調査。我々は、ある専門家にインタビューすることに。そうなんですか？UFO の研究家がいました。研究家、竹本さんという方。竹本亮さん、テレビや新聞、雑誌などで活躍する UFO 研究家だ。はじめまして、 RSK の宮武と申します。竹本亮と申します。どうぞよろしくお願いします。竹本さん、実は6年前東京渋谷で UFO を目撃したことがあるんだそう。その経験をもとに今回の写真を見ていただいた。見ました、びっくりしましたね。これは UFO だと思います。え、はい、UFO？ UFO だと思います。全く同じようなあのベル型の UFO なんですね。お嬢さんがご覧になったのはですね、自分の窓からふわっとこう出てきたところを撮ったんだと思うんですね。お父さんの方はですね、この角度が違うんですよ。その横から撮れてるような画像になってるんですね。 UFO だと判断した一番大きな要因は何ですか？やっぱりね、五重の塔だと思いますね。一体どういうことなのか。ちょっとあのウィキペディア的にちょっと調べてみましたらね。ウィキペディア、聖武天皇がですね、あの国分寺というものをこう全国に作ろうとしたと。備中国分寺は聖武天皇が天災を防ぐために全国に建てた国分寺の一つ。そのため五重の塔自体がもうパワースポットであってね、パワースポットを利用して移動してるんだと思うんですね。ワープしながら飛んでるわけですよ。竹本さんによると、この UFO の宇宙人は地球人に友好的で、何かのメッセージを伝えるためにやってきたのではとのこと。ありがたいですね。でも信じられないよね、にわかに宇宙人は。いろんな可能性をもうちょっと考えた方がいいんじゃない。ということで違う観点から取材をすることに。向かったのは倉敷科学センター。科学的に写真を見ていただく。失礼します。あ、三島さん。学芸員の三島和久さん。なんとなんと、ほら、これはこれ、これはなんとなんと。なんか UFO に見えません？僕らサイエンス一族の人間としてはですね、はい、あの宇宙からやってきたものっていう風なことを証明できないと、はい、やっぱり UFO っていう風に結論付けることはできないんですよね。なるほどね、うん、でこういうのね、専門用語で、はい、なんかいやらしいものって言うんですよ。なんかいやらしいもの。わかんないからね。わかんないから。こういった不思議な写真が届くことも多いんだそう。早速拡大して詳しく見ていただく。
まずはまるで帽子のようなこちらの写真。おお、寄るな。拡大された。はい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 。ちょっとね、これ僕見た感じでは、はい、エッジの部分、端っこの部分ですね。こういうのがこう際立ってるような写真の例っていうのは、はい、センサーの画像処理の中でこう出てくるような、まあ、虚像、そういったものであることが多いんですよね。画像の何か、ね、不具合でこれが生まれてしまったという今のところの見解となんじゃないかなって。続いては金属のような質感があるこちらの写真。あ、実はあの写真の撮り方によってはホコリもこういうふうにくっきりと映り込むことがあるんです。しかしホコリだとこのような質感にならないのでは。カメラの中で鮮明にするためにあの縁を強調するような画像処理をするんですよ、はあ、そういう時に縁の部分が白っぽく色が変わるっていうことは白っぽくなってるわ多いです。その結果まるで金属のような質感が出ることがあるんだそう。しかし三島さんにもはっきりとしたことは言えず、その後写真館のカメラマンらにも聞き取りを行ったが 100% の答えは今日までに出てこなかった。不思議なものがあの映り込んでた、正体突き止めてみたくなるじゃないですか、ね、やっぱそれは科学する心なんで、うん、UFO かもっていう風なロマンをこう大切に胸に秘めつつ、はい、でもあの本当は何なんだろうっていうふうにこう突き詰めていく姿勢っていうのは僕はとっても大事だなと思いますね。 UFO なのかそれとも虚像、誇り、何を信じるかはあなた次第。気になる。やっぱりでもいろんな考えがあるんですね。そうです、ね、まあ、でもあれは UFO ですよね。だってね、UFO ってだって日本語にしたら未確認飛行物体なんで、うん、はい、確認できてない以上はあれは UFO です、うん、UFO とそう言い切っていい。そうそう、だからだってよくわかんない飛んでるものは全部 UFO って言えるんですけど、あ、未確認なんで。そうなんですか。そうそうそう、なんかちょっと騙された感が騙してないですよ。あ、でもいろんな専門家の方にね、未確認飛行物体 UFO、分析していただいてありがたかったですよね。考察見るだけでもやっぱ楽しいですね。そうですね、ワクワクします。ちょっとちょっと気になりますけど、はい、結局わからなかったというか、はい、はい、いやでもあの皆さんからの依頼だけが頼りですの で、 そうです、ね、ぜひお寄せいただきたいと思います、はい、チョームズに解き明かしてもらいたいという疑問や謎、どしどしお寄せください。以上、宮武チョームズが行く